エゾビタキは、スズメモクヒタキかサメビタキ族に分類される鳥類の一種で、ある。夏季に、シベリア南部、サハリン、カムチャツカ半島南部等で繁殖し、冬季は、フィリピン、セリベス島、ニューギニア島へ南下し越冬する。日本では、旅鳥として、春と秋の渡りの時期に飛来する。一般的に秋の方が、通過数が多く、各地で普通に見られる。 全長約15センチメートル。翼海蝶は約26センチメートル。スズメより少し小さく、サメビタキ、コサメビタキよりも一回り大きい。私有動色である。背面は肺褐色。覆面は白い体輪で覆われる。覆面には暗褐色の縦縞が明瞭に並ぶ。尾は背面よりやや暗色。翼は 黒か色でサメビタキやコサメビタキと比べると長く、翼の端は尾の半分程度まで達する。目の周囲の羽毛はやや汚れた白色。足は黒か色。虫を捕食するエゾビタキ渡りの時期は、平地から山地のやや明けた明るい林に生息する。市街地の公園でも観察されることがある。単独もしくは十数羽の小さな群れを形成して生活している。 食生は主に動物食で昆虫類等を食べる。木先等に泊まり、飛翔している昆虫めがけて飛翔し捕食する。また、秋の渡りの時は水木の実を食べたりもする。繁殖形態は乱生。地鳴きはツイなどか細い声である。国際自然保護連合により、レッドリストの軽度懸念の指定を受けている。日本では三重県で情報不足の指定を受けている。 ありがとうございます。